バッツさん。なんだエレナ、ここがムーアの町。いや、そうだね、ムーアの町だね。まあとりあえずぶっ放してみようぜ、タイタン、あれこの前見なかった？やった気がするな。なんかこれ木かざしてよね、君。一回出たら根が張ってどんどん増えてくんだよ。あ、これ隠し通路あるやつじゃない？いや、まあ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 、まあまあまあ、いらないな。うん、アスピルか。マジックパー食われる感じか。これ投げるか。カトンでいいんじゃないか。おい、うん、盛りだし。うん、まあよく覚えるでしょ。カトン、だいたいさ、召喚覚えてねえや。スターは分かんないけど、太陽なんつったっけなみたいな。うん、いや、まあいっかって。お、なんか始まった。え、なんだ、なんだ、燃えてる。火を放つ、うん、かもしくは不始末か。さっきまでのカトンのバケツで消してきてないから。これ X ですもん、そのまま燃えて死んでくれんじゃない X ガラスね。賢い。危ないよ、それ攻撃食らうよ。マジで？うん、大丈夫大丈夫。8ぐらい食らってない。食らって、ちょっとそうでしょ。1065ってか、あ、食らってないか。うん、え、あ、イージスの盾。え、でも最強か、装備できない。あ、そっか。見るだけ見よっか。うん、あ、いろいろいける。可能なやつだけか。青馬もいけるよ。青馬いらんもん。でどこ、まあ、イージスの盾は良かったとしてだ。うん、あ、まあ、潜り、できた。こっち来いよと。同じところ変えたらほら踏んじまうから。うまそうだな、モーグリ。マシュマロみたい。臭みなさそう。え、豚だぞこいつ。鼻は、え、豚なのこれ。前もなんかこんな話してたよな、豚とエルフの愛の語かみたいな。違うぞって知ったわ。おはははそっちじゃねえだろ。どう見てもそっちからいったら詰まるよね。もう詰まっちゃうよ、空っぽか。あ、わあ、焼けちゃった。あ、敵は出る。同じ敵が出るのか。忍者だって1100だ。忍者はね、弱いんだわ、体力。え、マナの木。長老。ゲーム違うから。一瞬僕もかと思ったが。これ根っこ全然広がってないよな。すぐ倒れんぞ、この木。長老の木が。あ、戻りに行く。ギミックが、え、な、道が閉ざされましたけど。からの坊勢よ。あー、気持ちいい。行くか。そっち？いや、アイテムあるかな。いや、ないでしょ。入らないでしょ。自分の横幅考えないと。こういうとこ横によ。なんか来そうだな。うん。ちょ、回復入れとくか。ボスっぽいよ。はずったか。これ封印されし者。うん、4体出てくる、もしかして。これ4体か。くそ、なんで仕切られてんだろう。ガラフの世界だから。何使う俺。いや、待ってくれよ。通常行ってみる。とりあえず一回通常攻撃やって、うん、通常行ってみよっか。ちょっと待ってね、ライブラかけとく。いや、プロテスだな。うん、あ、まずい。先にバフかけまくるべきだな。わかった、じゃあ俺通常攻撃で。弱点分かってからね。うん、よし。わ、攻撃連打かよ。え、ヘイストかけるか。いや、僕にハイポーション。わかった。うん、レナにプロテスを。そうだね。
そうだね、うん、シェル打つかどうかで迷っているから先にヘイスト打つわ。わかりました。 OK30 いいね、素晴らしい。こいつ見た目水っぽいから炎効かないか。そうだな、蒸発しないか。クリスタルなんじゃないの、つうか水っていうか僕にはクリスタルに見えるが俺水しぶきに見える。これ名前ないところで、名前ないわ。サイドだったな、そっち。うん、あと押し込めるんじゃない。一回ライブラを打つか。ゲッ、危ない、それは危ない。ナイス、使わなくていいね。うん、危なかった。ケアルまで全開じゃん。たまにアクアブレスが来る。でも水っぽい、シェルあってもいいのか。アクアブレス、そうだね。あ、よし。え、待って、うん、そうだね。ただ正しいわ、攻撃で押していけばいいのか、こうやって。そうじゃないか。シェル、シェル打つわ。うん、あ、次か。え、うっそ、危ない。レビテッド、シェルの効果じゃない。うん、よかった、アキアルアキアルが死ぬ直前にやってくるんだ。ああ、頭いい。今度ドイツ行ってくるか。トレインあるわ。あ、あるわ。あ、もう俺無敵だわ。これもういらないわ、そっち、うん、じゃあ自分もヘイスがあるんだ。次ヘイスが打つか。リジェネはかけられないか。リジェネ、リジェネだけよ。うん、え、うわ、これは強い。何もかもしれない。バーサークでいいだろ、それだったら。ないか、黒魔法か、バーサーク。惜しいな。いらんでしょ、何も。うん、いや、何もかけてあげるものもなく、もう。え、ブリンクかけるわ、自分に。あの、うん、分身つけるやつね。あ、もういいじゃん、それ、うん、食らわなくなる。2回分身。バリア強すぎそう。もう全部俺に攻撃してほしい。魔法来ても怖くないもん。次来るか。おぉ。おだから何なのか。まあ、くたばっとけ。キュッ。あれ、知らねえ。あと連発だけかな。キュッ。ボーン。史上最弱だったかも、このボス。バフかけまくったのもあるかな。なんだったの、このモヤモヤ。もっと立体的だったのな。うん。あ、封印を解いた。X ですの声が。よー、どうも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 。徒歩なの。見てましたよ、あなた方。ちょうど僕もクリスタルの踏み解こうと思ってて、はい、厄介だったところが。自分一人じゃ無理だった。君らの今のドレイン剣見てましたよ。素晴らしいじゃないですか。いや、お褒めに預かりありがとうございます。ドレイン剣よかった。だがこれでこのクリスタルたちを、悪しき心エビルクリスタルになったというわけだ。マジで縛りつけていた。うん。あの、うん、結局こっち本あの真実だから、僕が喋ってる内容よりも、あ、僕の顔ずっと見てるけど、結構セリフ見た方がいいと思う。エビルクリスタルになるんでしょ、うん、これ割と間違ったことは言ってないんだけど、はい、クリスタルに挑ます。僕の顔見たまま A ボタン押したな。あらら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 らここを見て、うん、あの孫クルルが、うん、おじいちゃんに恋心が、あ、バッツのこと。バッツはないわ。クポンヒル弱ってんじゃなかったっけ。いや、草食わしたじゃん。嘘だろ。通りに行ったやん。1時間ぐらいハマってたじゃん。ガラフファリスレナバッツ。お願いします。うおー、迂回した。いや、助かるわ。おじいちゃんバッツレナファリスほら、うん、バッツ4番目でいいな。ゴミだったぞ今バッツ。ほら、俺から来た。
それそれからですか。透けすぎだろ。しばらく動けないはず。え？そう。こんな幼女に本気を出していいのか X です。あ、本気出すんだ。おお、火の輪っかくぐり。何すんだよ。しない。うわあ、あ、輪っか意味ないんだ。どういうことない。いや、輪っかで攻撃じゃなくてなんか。あ、縮める系だと思った。うん、この後縮まるぞ。マジで。くる。あやめやめやめ。俺も気絶してるから。お、ゴルフ。やるね。さらに強い電力に。リードがガラフ、この力で逆らえばクリスタルは砕け散るぞ。うん、リオ1個ぐらい。向こう行けよ、ちぎえ、お前。もう。くるるー。XSG へ行ってくれよ。行きたいんだよ、今この状況なら。割れちゃった。おぉ。うわぁ。あー、孫を助けるために？うおぉ、縮まる。お、すごい、スーパーサイジンみたいになった。気絶しててくれ。エクセス。ん？え、白魔同士のまんまか。うん。だからやれ、戦え。俺じゃない。あ、僕か。うん。ブリンクでも打つか。シェルか。まあ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 、もう一ゼロだけど。あ、ヒュンケル的な。そう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 。死してなおなわけ。リフレク打とう。うん、あ、リフレク打つべきだわ。てか覚えてんだ。よし。お、これで魔法全部跳ね返るじゃん。よし。いいね。ケアルが打てないか。ブリンクも打てなくなっちゃったな。リフレクってずっとずっとずっと。ライフラ、待って、相手にリフレク打って、うん、自分に跳ね返すか。おお、頭いいな。デルタ。ひたすら跳ね返り続けるとかないの？あれ？切れたんじゃない？あれ切れたか。え？痛え。え、切れた。うん。63レベル。わかんないか。何もわからん。ない。うわあ。リフレクかかってるよね。うん、本気にさすな。はい。これリフレクか？色的に色か。そうね。あ、でもナイス。おお。エア返しが。ね、最後プルプル言った。ホーリー。あ、全部跳ね返るじゃん。いいいいいいいほー、いや、メテオは来るの。あー、メテオはダメか。いや、強っ。魔法じゃないんだ。魔法だけど、貫通なのかな。カキーン。ダメか。もう MP ないんじゃない。決めたわ。終わった。すいません。跳ね返してるからな。この命燃え尽きても、うん、どうすんの。あと素手でひたすら頑張るしかないんじゃないこれ。MP は尽きたらダメか。怒りや憎しみで私を倒すことはできんぞ。うん、怒りでも憎しみでもない。じゃあなんだ。悔しさか。何の。手も足も出ない。結構出してるよ。だってフレア返してるよ。でも15。え、倒した。やった15で。よくやったか。なんだっけ、ガラフ。ダメだ、バッツは外そう。あ、戻ってった。いや、根性出したな。うん、こうでないとな、やっぱ光の選手はさすがだね。バッツに見習ってほしいもん。名前すら覚えてねえし。ガッツってなってる。ガッツバッツゲッツゴッツ。いや、おじいちゃん、さすがにダメか。おじいちゃん、ガラフガラフ。やっぱりメテオが効いてた感じがあるな。
あんだけヒットしたらな、限界超えてるわ、全身ボコボコになったな立てっつってるけどいやもう無理だわ何言ってるんだって俺言ってたけどさ、うん、ガラフ何言ってるか聞こえてなかったのかな、結構前最近死んだよねもう死ぬぞガラフ、かなり救われてるよ、うん、海の上とかで、まあ、うん、救ってくれてる、倒せた、誰が使ってんだろう、俺だろ、君ケアロかなんて覚えてないぞ、白魔法同士になればいい一瞬で、うん、お願いレイズ、ダメだ効かないわ、あ、勝手にエリクサ使うね、やめろよあーガラフグッバイ、やだな死ぬ間際までガラフの余地が尽きた、とどめになったんじゃないかお前、踏むなって、あ違う呼んでる、おい開いたぞ、追った方がいいんじゃないですかね、追わないんかい動けない、もうしょうがないじゃん、おじいちゃんのクリスタルか、あなんかそういえば輪っかつけてたな、ガラフ腕に、あ腕はこれ多分ゴムと体ベルトとかじゃないってのベルトとかじゃないの、玉ついてるよね、うん、バックルだろ、あバックルか、長老の木の力を借りてベルトでもいいよ、うん、片身になる、ガラフは死んだよ、バッツ固くない出てこないな、うん、お前一人じゃない、さすがに空気を読むか、だってゴムととかいらない単語ばっか隠れてた方がいいってガラフのアビリティを引き継いだ、おじいちゃん温かい、引き継いでもね何も覚えてないからな、いや引き継いだから覚えてるんだろでもほぼほぼ育ってないからさ戦闘に出せるかね、まあ、ずっと横になっててもらうから10歳とかだろこの子、横になっててもらうの戦闘中はね、あそっか、うん、二人旅だったら関係ない、一緒に戦うよ、やっただバッツ、これハーレムだぞ、やっといなくなったのなお前いやもうエクスですよ、いいよもう俺の故郷帰ろうぜファイナルファンタジーに必要なのは確かに勇者ではない、うんうん、その正義とかじゃない、勝てばいいのよ、うん、エクスデスに、うん、悪しき心を持っていようが巨悪が制す、そうエクスデスは全員でエクスデスにつこう、つくんかいいくぜ、ようやくくたまったさしものレナもな聞こえないように言ってるから周りに今の言葉を僕にのみな、そうひそひそで耳に詰めてるから二人で俺桃詰まってるから、ね、食べ物詰まってる、あーおーすげえ焼いたからね、うん、さあ乗り込もうぜ、いいっすか、もちろん、なに、うわドマ城の人たち上の階に、こいつらみんな頑張ったのか、あそっかパリスぶっ倒れてたわ、ああよかった、合ってたね、いやここでクルル出るか、うん、心眼、すげえ匂いで分かる、僕ら目曇ってっから全然分からんの俺常に目つぶってるしなあおじいちゃんだよ、逆に強いやん開けた瞬間どんだけ強くなるの、資格頼ってないでここまで来れたんでしょ、うん、あーガラフの同郷行ったわ、なんとかアタックそれルパインアタックは技名ね名前じゃなかったあでもルパインさんなのかってことは自分の名前つけてるから、ドルガンゼザーガラフ、うん、
全部もういない。ああ死んでしまった、うん、長くないのかケルガーか。横向いた瞬間鼻長いなくっついちゃってるね擦り合わせてる鼻と鼻を。おお出張ってきた。死んでないよなこうなると精霊みたいな感じになれるんだ。誰だって言われてるしな。いや幻じゃないか。全然広がらないよなその幻だったらはぁで終わったけどガラフ分かったこれ見逃しに言ったらいいなんかかっこいいなうん、おー元気玉みたいな感じだ。あれでも命使っちゃってるね。うん、あれ、いや命使って、うん、幻取るために。え、話読めてなくね、さすがに。それはええそういうことでしょ。あ、XS の方ね、うん、びっくりした今ガラフの方びっくりした。みんなの力が。まあでももう更新の希望を若い希望に託すってことだ、うん、ケルガー2世とかいないのかないたと思う、あの周り4人の中に。ああ、どれか全然違ったんだ見た目から。やばいな、中岡は何人捕まってんのあれ。豚趣味悪すぎだろ。あの仙台バッツがねここに捕まってるんですよこれこれでしょこれこれお父さんだから、これお母さんだからこれお兄ちゃんやりづらいなカーバン来るか、うん、タサンやめか、どの道ドリンケン回復よかったよ。あれ、んなんで食らなかったんだよ。俺なんで食らないの。え、なんでサンゴで無効化すんだ。炎無効入ってんだ。まあじゃあ雷は吸収するのかな。め、二属性マスターしてるかも。うん、僕攻撃でいいかい。いいよ。いい乱れ打ちが入りました。俺よりダメージ出るからな。なるほど、当たらないこともある。狙う欲しいな。狙う乱れ打ちに行け。これ 100% 当たる攻撃なんだよね、うん、あ、でもダメージ半分だよ。違うんかい。バイオデジョンって何。ちょっと、あ、即死させられたよ。で、あーバムをえ、ケアルラコンフューなんか攻撃魔法みたいな。いや今倒せるよ。今倒せるほとんど出てる。うん、うわおおよかった。かばうギリギリだよな。お前たち強いな、仲間になってるぜ。ありがとう。強くないよ僕ら一回やられてるしな俺らな。ようやく敵の切り替えパターンが分かった。使う、あ、もう覚えた。召喚もう覚えた。分かった。うわ広いな。ひぃ、これ穴だなきっと。お前すごいな。カタッとか、雑魚戦では投げるは絶対欲しい。意味なくなるしね。うん、何のために誰、あ、ギルガメッシュだ。ほう、こいつもファッファッファなんだ。そう言えば、うん、ギルガメッシュの配下だけある。おお、戦いますか。はいよ。ちょっと待って、ここで戦うの。そうね、正しい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 。ヘイストを打つは、え、なにこれ、睡眠か。すぐ起きた。そっちに投げてもよかったか。いや、まずそっちだよ、早く動いてもらう。あー、うわー、き
つ。ハイポ使うよ。HP ほぼゼロまで持ってるやつだね。早い今の。素晴らしい。ありがとう。ちょっと待って、スタートボタンをさせて。うん、ゴーレム。そうだね。こいつ通常攻撃系だもん。痛い、結構痛い。アースボール。もう一回レナに回復する？攻撃するか俺。いや、うん、攻撃しちゃっていい。僕、ハイポ自分で打つわ。うん。いい。で、乱れ打ち出ればいいな。よし、ゴーレムさんに何とかしてくれる。乱れ来た。おお。やっぱ強いね。570。いいとこに当たってる気がするしね。いや、確かに。いいとこ立ってるよ。海音波。あ、もう、いでーっつってんだ。カーバンクル使わなくていい。あらー。へぇ。向こう、あれー。おいー。おー、やべえ。さあ、よくやった。ナイスナイス。最初に戻れる。よし。みんな、やり直しだ。危なかったね。ゴーレム、なかったら終わってんだね。こうして。はい。お前らとやり合うのも。うん。4度目になるのか。感慨深いね。言いながら。なんか嬉しいぜ。好敵手ってやつだな、こいつは。めっちゃ殺しに来てますけど。こっちの手を止めようとしてる。作戦は。まだ。まだ手は出てた、さっき。これであの元気のいいじいさんは。X ですと、うん、そうか。こいつ仲間になる、もしかして。この感じ、いいやつっぽさ出てきたよな。うん、攻撃の手が止まってんじゃない。おい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 。しかしここからは、ここから本気か。やばい。うわ、マジか。もう勝ち目ないじゃん、こんな。勝てるか。6回攻撃してくるぞ、こいつ。8本ない。マジで？え、6本だね。あ、6本かい。エクスカリバー。今8本に見えるな。あ、上にもあった、これ。エクスカリバー。はい。あれ、ダメージどうだ。ちょっと下がったらいいか。うん、あ、下がってないか。変わってないわ。あ、よし。コメットいくか。ありゃ。なんか2桁しか食らわないぞ。このまま終わってくれ。おい、ダメージ。俺の乱れで全部股間入ってる、さっきから。まあ弱くもなるか、そんだけ股間に入ったら。もうどっちか潰れてるからな。うん、うん、聞くか。おい、ギルガメッシュ、何でしょうか。役に立たぬやつだ。まあ、弱くなったしな。自分の狭間に行くがいい。そんな、一生懸命戦ってたのに。え、こいつ親衛隊かなんかじゃないの。親衛隊幹部の一人だよな。黙れ言われてるし。わあ。ギャグだな、こいつ。エクスカリパーを手に入れます。偽物か。まだまだ。おお、さっき1個壊れてよかったんじゃん。3つ分の収納スペースしかないもん。1個埋めたんじゃない。スペース閉じただけでは。エクセス、お前の思うようにはさせない。主人公よっ。私の死刑ということが分かるのかい。分からない。え、なんで。世界を元の形に戻そうとしているか。いい人じゃん。じゃあこの世界にか。分からない。いや、バッチには分かんないんですよ。うん、何も考えてないから俺。とりあえず名刺を。まあ、いや、フレアとか使ってきたら終了だ。ドレインケ行くよ俺。うわー、クルルでよかったー。マジか。これまず重要。うん、ドレインケンだ。うん、ヘイスト打つか。
もう26なの？早っ。ヘイスガで来るすぐ死ぬんじゃないこれ。あー早っ。おー、いや当てろ。そい、よし。結構硬いね。うーむ、リゼネも何ダメージ当たんの？わかんない。それはダメっぽいよね。シェル打つわ。うん、グラビデか。うわ、グラビデが来るのか。いや、しなくていい。攻撃でいいかよ、俺。うん、まず君をバフで強化しなければ話にならんわ、うん、よし、せんだ。真空波がプロテスでなんとかなるかしら。え、もう死ぬの、フルル。ディスペルはまずい。かき消す。せっかくバフ打っても。イテツカード？そう。いや、でもやっぱりシェルは打たなきゃダメだ。うん、いや、それマジか。魔法剣も消えるよね、多分。消えないと思うよ。じゃあ俺は攻撃ひたすら。多分いいと思う。うん、いけ。あー、くるる。ナイス。回復するわ。アイポーションで回復です。ただし君死んだらフェニックスのは効かん。だから死んじゃダメだ。回復を自分に使う。うん、それ以外はないぞ。今死んだらやばい。よし、ファリスよくやった。うん、頑張ったぞファリス。無駄にはしないからな。あおお、あ、俺どういうこと。あ、潜水艦。ババ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 、キアルガだ。そっち行くんだ。生きてる8回だ。66 半分だ。よしよし、残り13000。聖なる力がないんだよな。こっちエビルなんだよな。あ、その尊敬だからな。ブリザーが回復。 うわ、あったか。ピストル大したことないんじゃないですか、XS さん。え、でもフレアとか使ってくるよね。まあ、レベル3フレアだったんだ。で、1000しか振らない。あ、やっ。2連発になってきたぞ、魔法。サンダー使ってくるじゃん。ね。全然使ってくるね。サンゴだったら今、ものすごい食らってたってことだ。バイバイ。グー。あ、やばい。全部2回攻撃になってる。回復入れる。いらない、いらない、いらない。なんとかする。これ途切らせちゃダメだと思う。自力になっちゃうから、うん、ありがとうファイガー。これ食らう。ベープイプイプイ。どうなるんだ。やばい、痛いね。フェニオだ。当ててくれ。いや、もう僕もダメだよ。レナまずいな。いけ、本気だ。本気しかない、君は。よし、ナイスレナ。よっしゃ、回復した。いけ、よし、全員投げするぞ。うん、くたばれ。ダメ、まだかい。もう一回ブリザードのままダメよ、いてぇ。よし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 、いけ、攻撃しろ。死ななきゃ安いもんよ。そりゃナイス。全員全員って言う、全員全員全員くたばれ。よっしゃ。案外もうこんな視線くぐんのやだ。きついわ。もういい、こんな死闘は。これで悪の権化倒して砕け散る。もう俺は砕け散ってるよ。やばかったぞ今のバトル。間に合ってねえし。連続蘇生でだいぶ時間があったんだな。構えてたんで俺も。僕的には、うん、ようやく掴んだチャンスでスカったところ。そこドレイン券出してくれと。
もうね腕の方でボキボキだよ。おぎゃーって生まれた瞬間。よかった。俺もう両手動かなくなってる俺。平和が戻ってきたな。あれは？ん？大勲章、第一世界へ。なるほど。ポコどうなってんだろうな。ポコってなんだっけ？あ、チョコはあんたの。あ、いた、そんなやついた。大勲章よ、戻ってきたぞ。ババリスは死んでるけどね。あー、大臣のとこ行こっか。大勲章ってレナの城だよね。レナの城ってことはファリスも あ姉貴だから。サリサそう、うん、本当にそうってお前よ。絶対今読んでから同時に合わせただろ。お父様はおまあでも世界を救ったからよしとしよう、うん、サリサ様もいるしな。お父様はやっぱ一瞬生き返ったかみたいな演出はあったが、うん、やっぱダメだったみたいなね、うん、手遅れ。サリサ俺の本当の名前。そうでございます。父さんがつけてくれた名前。うん、そうでございます。そうぐらい言ってやれよ、かわいそうだな。おいおい、やめろ、触るな。お供じゃないんだよな。いや結構最後のエクスデスで何もしてないよバッツ。結構レナが活躍してたかな。俺だけでいくら使ったんだろうなフェニックスのお題ね。こんな格好嫌だよ。思ってるゼニー投げ弱かったし。あ、かわいい。うん、こら美人だわファリスは。うん、ほら俺は激しく激しくシェイクされた。ほんとすごっ。俺ファリスに乗り換えるわ。誰から？レナから。いや、いつ気持ち悪いやめてや。いつこっちにつばつけようとしたのかわからんが。最初からよ。気持ちないんだよ。うるさいなぁ、ガキはどう思ってるの。え、俺そっちじゃないの？居場所ないでしょ。俺王子じゃないの？養豚場は右奥よ。王子なはずねえな。違うんですか。今日の晩餐会のひき肉よ。メインディッシュか俺が。堪能してくれや。臭くて離れたわ。体臭きつかったか、ごめんな。いいことね。動けるかい。踊れ踊れ。あ、どうもどうも。おじいちゃん、どうしたグルーかな、その音が。どうした、まだ忘れられないのか。胸がドキドキして。おお、一人になったから一人暮らしのドキドキだな。おじいちゃんが急げって言ってるような気がするの、どこかに。ああ、早く大人になると。いいよいいよ。分かった、行ってみよう。分かっのも分かってないよね。話の流れ的に怪しいけどな、大人になるのを急げで、分かった行ってみようは。あ、そういうこと。うん、パッツ C あるのみだ。魔法剣でぶち抜けばいいの。仕方ないだろう、踊りに入れないんで俺は。いや、クルルも怪しいけどな、この男についてくのは。一番ダメだろ、こいつについてったら。早く大人にしてあげようよ。誰？どうした？西の川に橋を架けるのが終わった。うん、西に行く感じかい、バツさん。しばらく俺一人か。ボコがいるよ、ボコが。おお。へえ、ちょっと仲いい感じだね。うん、うん、気さくなザックバランな会話。だいぶ喋ってるからね、普段から。喋ってるの？タックル？やったな、おかしい。な、仲いいな。おい。めっちゃ飛ばさ。勝ててないんですけど、クルル。クルルはもう防御だけだよ。ボコに会いに行こう。はい。おぉ、いたわ。ねじろにしてんな。久しぶり。うん。
言葉わかんのよ、君のチョコボ。教えてるんだよ俺。チョコボの頭には入ってなかったようで。なるほどね。独り言だったんだろお前の。すまんすまん。クルルがわかるのか、ボコ語を。うん、誰かを紹介したいみたいな。行きましょう行きましょう。奥さんじゃないか。おお、ここボコやるわ、うん、これもうついてこないぞボコ、お前にボコ頼みがあるんだ。奥さんいんのに、うん、一緒に行く。おっと、暑いね。子供までいんのかよ。うん、ココの中には子供がいる。あー、名前ボココとかだな。え、ボココとかボコボコ。あーちょ、これだ。ちょこちょこちょ、絶対違う。左上じゃないですかね。うん、おーおー、合ってるっぽくない。ボコ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 。意外に、あー、おー、いけないわ、引く手。くぅ、残念。へぇ、これ見たことあるな。あ、これ最初の街だよ。お、お、いいんじゃない。あ、大丈夫か、下なんだ。うん、なんだこれ。あれモグリいないな。あ、いってて、てどうやって上登るのさ。ボコは飛べない。ボコチョコボ飛べないよ。ボコ殴んなって。腹パンショックはやめろって。名前の付け方怪しいと思ったんだよ、ボコっていう。殴ってるからボコにしてんのか。ちょうどいいんだよ、うん、あ、えっ、ボスじゃない？そう。え、バッツ一人でできんのかな？カニ？アントリオン。なんだこいつ。おいー、すぐに魔法剣だ。やっべ、ドレインだ。レベルが半分になったって。そう。でもドレイン剣でなんとか。え、レベル半分に10ぐらいになっちゃったよ。300。回復、わかった、ある、ラス1。ラス1なの。ラス1かー。いけ、こいつら終わらせらん。ダイヤ、まだまだ、もう一回、命中まで行く。障害、終わらせろ。そう、やったー。終わったよかったくそくなら最後逃げられてる。おっ、ちょ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 。おい、バッツどうした。今の戦闘でもう足腰立たなくてよ。届いてねえぞ。まあクルル熟睡してたしね。うん、めっちゃ寝てたクルル。安心してんじゃないか。妖怪駅多分飛び散ってたと思うけどな。ボコの子供も生まれたってよ。じゃあもう返さないとな。そうこうしてるうちこんなことしないか。どういうこと。どうしよう。罪を認めるか。何の罪よ。早く上がってこいや。くだらん戦いしねえで。もう戦ってる間に欲しかったな。なんで俺行かないの。アントリオン倒してくんないと。また出てくるからな。もう逃走しただけだぞ。あいつこっちのハイポの残量分かったのか。
たエリクサーに手つけなくて俺置いてきぼりするなんてどっちが言い出したんだ。ボコですやっぱボコか、うん、あボコは後で殴っておく。あいつのせいだ。ボコボコにしとくわ。ボコはほんとやもう一生飛べなくてやる俺らはボコ喋れないから何も言えないやっぱ俺にはお姫様なんて性に合わないよ。うんでしょうねっつってな。ですよね。海賊に戻ろうぜ。おお俺頭にしてくれよ。どうしたバリス落ち込んでる。ガハハハガハハハおい2人とも笑ってる場合じゃないぞ。ボコぶっ飛ばしちゃうからな今ジャンプキックしちゃう。クリルどうした。大丈夫ちょっとトゲが刺さって。それ危ない、抜いてあげないと。うん。ファリスが加わったか。いらねえんだよな。レナ来ないと積むんだよ。またアントリアン。ネオアントリアンとかできたら終わりなんだけど。また来週、うん、お会いしましょう。はい、お相手はタイクーン王、そして王女のレナ。はい。エクセスを倒した第一立役者のレナと、うん、ボコ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 のバッツ。何言ってか。ボコボコバッツです。ボコボコバッツ。うん。ボッツ。